こんにちは、翔太です。今日もクラクラやっていきます。今日はですね、長ボス戦の、方を来てるんでやっていきたいと思います。で、早速なんですがやっていきます。 HP 飯食べてやっていこうと思います。で、メンバーがリュドシエル、ヘルブラム、キングで裏枠マルバスという形でやっていきたいと思います。まあ、マルマスはね、HP、増加 30% 増加ついてるんでね、まあ、マルマス裏枠入れといてって感じですね。で、ここは HP の加点があるんで、まあ、HP を上げれるだけ上げていった方がいいかなと思います。で、最初のターンは、キングの札切って、で、まあ、キングの、まあ、必殺貯めてって感じですね。で、まあ、キングの、まあ、攻撃入れちゃえば忍耐ついて、まあ、攻撃は食らわないって感じかな。うん、多分。で、でまたキングの札切ってかな。うん、キングの札切りまして、で、必殺貯めてきますと。で、このターンでバフつけてくるんで、そうですね、バフつけてきます。そう、ツイーゴがね、バフつけてくれるんで、そのタイミングでリュドシエルの攻撃入れちゃいますと。2回入れてあげて、で、最後キングの必殺で、これで破裂ダメージ入れてあげて、ミッションクリアします。で、キングの必殺も入れてと、解除っていうところをやってあげるという形ですね。まあ、こんな感じでフェーズ1は終わって、で、フェーズ2になります。で、ここはね、理想なのがヘルブラムとリュドシエルの必殺をぶち込みたいんですよ。反射入れてるときに入れたいんですけど、ちょっと厳しいかな。ヘルブラムはで、あんまり攻撃も食らいたくないんで、キングでシールド張ってあげたいんですね。だから、必殺がちょっとたまりにくいところではありますが、ここでヘルブラムの必殺は貯めてきます。で、リュドシエルの必殺もね、ここで貯めたかったけど、たまんないね。で、ぶっ破して、次のターンでぶっ破して、必殺2回ぶっ破して決めたかったたんだけど、多分決めきれないんでって感じかな。理想はね、2人とも必殺溜まってれば必殺で倒したかったんですけど、ちょっと厳しそうです、僕は。で、まあ、ここで解除デバフ、あ、違う、バフと構え解除かあるんで、ヘルブラムの必殺ねじ込んであげてミッションクリアします。で、これでね、決め切りたかったんだけど、決めきれずと、追後だけ残っちゃいましたね。で、そうだな、まあ普通に倒しますか。はい、必殺入れられてもそんな入んないんでかな。ちょっとね、食らいたかなかったんだけど、ちょっと溜まってなかったんでしょうがないな。だよな。っていう感じで GG ですね。まあ、こんな感じで、立ち回りこんな感じかな。で、やっていけば、まあ、魔人どもそう、5000ポイントとかは取れないけど、まあ、4000弱とかいけんじゃない。ああ、3650っすね、僕は。まあ、こんな感じですかね。まあ、4000行く方もいるでしょうね。これでやればって感じですね。はい。
という感じですね。はい、まあ、こんな立ち回りで、まあ、大体一桁、上位一桁にはいけんのかなって感じですね。はい、まあ一桁いけばいいでしょ。 30% 以上いけばいいでしょっていうとこっすね。そう、これタルミエル持ってないからね、俺。タルミちゃんあればね、タルミエルでやりたかったんだけど、持ってないんでしょうがないっすねっていう感じで、うん、まあ上位 30% には絶対入れるんで、まあこの構成でやってみたという感じです。はい、こんな感じかな。うん、という感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。